今回は、ダイハツの不正行為と、それに伴う出荷停止の出来事について、良い子でもわかる感じに説明します。どんな内容かというと、車を開発する段階で行ったテストで内容をごまかし、それが表に出てしまって自主的にバンしたという流れです。ですが、ニュースをご覧になっている皆さん。おい、なんでテスト結果ごまかしたんだよ。んで、なんで大きなニュースになったんだよ。というわけで、今回の出来事の経緯から見ていきましょう。発端となったのは、ダイハツ内部で誰かがトヨタ自動車へリークした内部告発でした。おそらくこんな内容だったかもしれません。トヨタさん、なんかダイハツでテスト結果適当にごまかしてるよ。これやってはダメじゃねー。内部の誰かがトヨタ自動車に言いました。トヨタには内部告発の窓口というものがあるようです。グループ会社や仕入れ会社向けに、自分たちの会社では言えないやばいことをリポートできる方法があります。そして、テストをごまかしているとの報告が入り、ダイハツは会社の外から弁護士の先生とかを呼んでチェックするとしました。これを第三者委員会と言います。そして、弁護士の先生とかはチェックした結果。はい、普通にテスト結果で嘘ついていました。と言い、今回の件が発覚したとのことです。ダイハツは、これを受けて、全車種の出荷をストップさせました。こうしてビッグニュースになった流れです。では、どんな不正をやっていたのかというと、こんな感じみたいです。いや、バックのテスト面倒だなぁ。センサーまた完成していないかだ。タイマーで動かして、正常に動きました。ということにしよっと。エアバッグのテストにて、センサーで正常に動くかどうか試験するべきところ、タイマーで作動させるなどをやっていたみたいです。また、排ガスのテストでは、適当にクリーンであるとしました。本当は、ノットクリーンかもしれないですが、ここもごまかしたそうです。他にも、タイヤの空気圧の数値を適当に報告したりし、分かっているだけでも、数百回にわたってごまかしたとニュースでやっています。まあ、分かりやすくするために、大学受験の模試で例えると、本当は受験していないにもかかわらず、個人で結果レポートを自作して、東大 A 判定とか書いて、友達に見せびらかすみたいな感じかと思います。ただ、こんな疑問が出てくるかもしれません。でも何のためにごまかしたんだよ。真面目にやると何が不都合だったんだよ。確かに、単純に試験結果を報告するだけであれば、ごまかすメリットはありません。ですが、製造業ならではの事情が影響していたみたいです。ダイハツは理由について、開発期間をできるだけ短くしたかった。一つの車種を開発する際、通常だと4年くらいかかるみたいです。ですが、ダイハツでは2年くらいでやりきる例がありました。可能な限り開発にかける時間を短くしたい気持ちがあったようです。その結果、開発のプロセスで行うテスト結果をごまかし、本当に性能が十分なのかチェックせずにフィニッシュさせた流れです。あくまでも試作の段階であり、量産品のテストではないとのことです。ですが、これらのテストは、国土交通省へ報告しなければならない部分です。故に、嘘のレポートを提出していた感じです。ただ、こう思ったかもしれません。試作段階でしょ？量産は関係ないから問題なくね。確かに、国交省に嘘の結果を言ったという話は試作段階です。ですが、国に嘘をついた上で開発したということになってしまいます。本来、車は1台ごとに国のチェックが必要です。ですが、車は大量生産されているため、一つ一つできてから検査員がチェックするのは無理です。そこで、国は試作段階でサンプルをチェックし、合格であれば、完成車は自動車メーカーがチェックするだけで問題なしとしているのです。ダイハツは、そのサンプル検査をごまかしたため、国に嘘をついたとなっているわけです。さて、こんなクエスチョンが出てきます。おい、なんでそんなに時間に厳しいんだよ。のんびり作っても別によくね。自動車メーカーのみならず、製造業全体としてできるだけ開発を早く終わらせたい思いがあります。開発期間が長くなるとどんなデメリットがあるかというと、まずはコストが大きくなります。4年かけた場合、開発には社員の給料や会社の電気代4年分のコストがかかります。ですが、2年でフィニッシュできた場合、社員の給料や電気代は半分で済みます。短くできればできるほど、出費が少なくて済むのです。さらに、世の中のトレンドも変わってしまう可能性が出てきます。
開発スタート時点でハイブリッド車が人気でも、4年後は電気自動車が人気になっているかもしれません。2年後であれば、少なくとも4年後よりはまだスタート時点のトレンドが残っている可能性が高いですね。そしてダイハツの場合、過去に短期開発でのサクセスストーリーもあったようです。2011年、ミライースという車を出しました。79万円でリッター30キロという軽自動車で、安くて燃費がいい車として売れました。というわけでダイハツは、短期開発で作った車、めっちゃバズったな。今後もこのスタイルでやるか。と言い、さらに開発期間を短くすることを重要視するようになりました。まあ、不正自体は30年前からやっているとの話もありますが、タイパ重視はここからさらに加速していったとのことです。ですが、実際に働いている社員には無理な話でした。真面目にやると、時間的な条件をクリアできなかったのです。そうした結果、さらにテスト結果をごまかすに至った模様です。また、こんな思いもあったようです。親分からもっと褒められたい。リクエストに何としても応えるぞ。2016年、ダイハツはトヨタ自動車の完全子会社となりました。要するに子分になったわけです。以後、親分からいろんなものを作ってほしいと頼まれるようになりました。ダイハツとしては、できるだけリクエストに応じたい気持ちでいっぱいでした。それゆえにキャパオーバーとなり、ますますテストを真面目にやっている余裕がなくなったのかもしれません。なお、不正自体は長年やっていたとされていますね。というわけで、なんで今までバレなかったんだよ。まあ、外部に漏れなかったためですね。衝突試験の結果は国に報告することとなっています。ですが、試験会場は会社の中です。テストするのも国交省の職員とかではありません。内部の人たちが全て行うため、外部に漏れなかったみたいです。そして、いろいろと不正がバレたダイハツ、今後は国からの認可がパーになるかもしれないとされています。もしそうなると、ダイハツはしばらく車を売るのを実質バンということになります。最低半年は無理とのことです。アカウント6ヶ月間停止処分みたいな感じですね。その影響はダイハツ本体だけにとどまりません。世間ではこう言われています。ダイハツのために部品作ってる会社が潰れたらどうするんだよ。車には多くの部品が使われています。それらは外部の会社が作っています。そんな関連会社ダイハツからの仕事が消え、倒産や社員がリストラされることにつながってしまいます。部品メーカーは国内だけでも8000社あるようです。そんな構造のため、社会的にダメージなのです。ここまでダイハツの不正についての説明でした。